発電班から情報です。2号ですけれども現在景気の調整中なんですが、ドライウェルのですね、圧力が見れるようになって指示を確認したところ、ドライウェルが 0.595 メガパスカルアブス、サプチャンガが 0.590 メガパスカルアブスということで、100引いても 0.4.9 ということで非常にドライウェルとしてやばい状態であることが、景気の復旧で分かりましたので、速やかな対応していきたい。20イベントはラインナップ